はい、どうもこんにちは。ちょっと赤と黄色でね、ライフセーバーじゃないんですけども、今日はですね、コンデンサーマイク、クレノバの MC05、コンデンサーマイクというのを、Amazon で買いました。こちら2万円のものがですね、5980円ということで大変お安くなっていたので、今、ちょうど私はですね、使ってるマイクは卓上マイクみたいなやつでこう歌を撮ってたんですけど、ちょっとコンデンサーマイクっていうのってどういうようなものなのかというのを試してみたくて買ってみましたんで、早速開けてみましょう。どうぞ。はい、それでは開けていきたいと思います。結構ですね、重いです。箱はこんな感じです。さあ開けていきましょう。開けまくっていきましょう。コンデンサーマイクがあると結構違うのかなってね、細かい音の拾い方だったりとか、そういうところでも違うのかなと思ってですね、見てるんですけど、お、待たせたな。こんな感じです。カロリーメイトがうますぎる。マイク入ってる？これはコード。あ、これでだからマイクとつないでってことですね。これがなんかあのショックガードみたいなやつですね。何回聞いても覚えらんない、この名前。これの名前が何でしたっけね。こいつがついてます。いいですね、なんかそれっぽいですね、雰囲気が出てます。はい、ポップガードは一応持ってはいるんですけど、なんか湾曲したこういうタイプのやつ持ってなかったんで、今回そのセットがねあったんで買ってました。これこれこれがですね、おそらくこう広がってなんか挟むんですよね。だからこういう机のこういう脇とかに使えるっていう。もうこれじゃあすぐそのまますぐ録音できるのかな。ちょっとですねワクワクしてきましたね。あ、なるほど。説明書なんか正直僕は見ないものなんですけど、ここでこう挟むんじゃないかな、この突起は。おそらくそんな気がしますね。で、これあのガサ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 ガードですね。あ、かわいいマイク、いいですね、いいですね。なるほど。で、これをここでつなぐということですね。僕正直商品のレビューあんまりしたことないし下手なんですけど、これで撮った歌を載せてみたいと思いますが、まあその前にちょっと組み立てもねしていきたいと思います。勘ですよ、全部勘でいきますよ。勘で、ああ、なるほど。ここの部分とおそらくね、この金色のこの部分をつなぐんじゃないかなと、思います。本当に2万もすんのかよっていうねとこもちょ正直あるんですけど、はい、今こんな感じでつけてみました。それっぽくなりましたね。ちょっとねポップガードがこんな感じのやつが来てるんですけど、ちょっとつけ方が分かりません。なぜならここがなんかこう湾曲してて、ここにつけようとしてるんですけど、ちょっとなかなかつかないです。格闘した末いいんじゃねえかというところでやめました。説明書なんですけど、説明書はなんかこんな中国語じゃなくて英語でだけですね書いてあります。多分メイドインチャイナかな、
思うんですけども、で今つけてるマイクとこのマイクを変えて、もう一度撮影してみたいと思います。はい、今これがマイクをつけてる状態ですね。なんかでもクリアな感じがする気がします。で実際これ今僕ヘッドホンつけてカメラにヘッドホン、イヤホン挿して聞いてるんですけど、実際歌ってみたらどうなのかなというねとこも懸念があるんですけども、結構中音域とかそういうの詳しい人だったら分かるのかな。一応なんかこんなヘルツはこんなんですよっていう、気になる方がいたらこれをキャプチャーしてください。まあ、僕こういうのは本当に分かんないんで、とにかく使ってみようというところでね。でまあギターでいつも弾いてるんですけど、まあ評判はそんな悪くないんでいいかな。はっ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 はーはっはーつつつつつつつ、まあ壊れなきゃいいですね。これをつけてもいいと思います。というわけで、今日は、クレノバのですね、Amazon で買ったマイクを紹介しました。次回はこのマイクを使って、何か歌をですね、カバーをアップしたいと思います。それではまた。